皆さんこんにちは。2000年に木村拓哉さんが工藤静香さんと結婚したことを発表し、当時のニュースに驚いた人も多いかと思います。そんな木村拓哉さんと工藤静香さんには長女のココミさんと次女のコウキさんが誕生し、夫婦生活も順調のように見えますよね。しかし噂では木村拓哉さんと工藤静香さんは8年も前から別居していて、離婚秒読みと言われています。他にも夫婦仲は最悪と言われていますが、果たしてその噂は本当なのでしょうか。2人の知られざる現状や過去の過ちについてまとめていきたいと思います。2019年1月3日に発売された週刊文春によると、木村拓哉さんと工藤静香さんは家庭内別居状態ということが報じられていました。しかしお二人は8年も前から別居していたのではないかと言われているのです。工藤静香さんが実家の画像を自身のインスタグラムに掲載したことで別居説も。2015年2月8日に日本テレビ系列で放送されたライブモンスターという番組において工藤静香さんは実家を公開したそうです。その際に鍋とテーブルクロス、内装が映り込んだのだが、2017年8月の手料理に関するインスタグラム記事において全く同じ鍋とテーブルクロスや内装が映り込んだそうです。すると工藤静香さんは実家と断定された数点の写真を自身のインスタグラムからすぐさま削除したとか。このことが木村拓哉さんと別居しており、実は現在実家にいるのではないかという噂にも拍車をかけることになりました。しかしこちらについても確信はつかめておらず、推測に過ぎなかったのではないかと言わざるを得ません。2024年現在、夫婦の子供であるココミさんとコウキさんはどちらも芸能界で活躍しています。しかし当時木村拓哉さんは娘さんの芸能活動には反対していたとのこと。また木村拓哉さんはスマップを解散してから実はハリウッドの進出を考えていたそうです。しかしその時ちょうど次女のコウキさんが芸能界で活躍するようになりました。そのため木村拓哉さんからすると、娘が芸能活動することに加えて自身のハリウッド進出もなくなってしまったことになります。さらに当時の木村拓哉さんはメディアで家族の話をすることはありませんでした。もちろん家族の話をしないイコール仲が悪いというわけではなかったと思いますが、いろいろな情報が錯綜したためこのような噂となったのではないでしょうか。工藤静香さんは2人の娘さんとフランス語や英語で話すこともあり、木村拓哉さんが孤立していると噂されるようになりました。さらにお子さんがどちらも女の子ということもあり、家庭内で男性は木村拓哉さんのみ、女の子は年齢を重ねるにつれ父親との接し方が変化する家庭もありますよね。こういったことから木村拓哉さんが家庭内で孤立しているという噂が広まるようになりました。また木村拓哉さんと工藤静香さんは家庭内別居していることから、離婚秒読みや夫婦仲が最悪とも噂されています。また工藤静香さんにはなんと浮気の噂が。それも相手はなんと XJAPAN の YOSHIKI さん。 YOSHIKI さんといえば工藤静香さんと過去に熱愛報道があった元彼ですよね。何でも工藤静香さんがインスタグラムで浮気を匂わせているようなんです。では一体工藤静香さんと YOSHIKI さんの間に何が起こっているのかご紹介していきます。ことの発端は工藤静香さんのインスタグラムの変化でした。工藤静香さんがインスタグラムでフォローしているのは木村拓哉さん、2人のまな娘ココミさんとコウキさんの家族だけなんです。それが突然2022年11月9日、工藤静香さんが YOSHIKI さんをフォローしたんです。確かに家族のフォローしかなかったのに、一番上に YOSHIKI さんが来ると何かあるとしか思えませんよね。さらにこのフォローはすぐに取り消され、元の家族だけに戻ったんです。この一瞬だけのフォローを見つけたファンがインスタグラムの画像をツイッターに投稿すると、一気に拡散され、 SNS 上では「え、やだやだ、家族の中に一瞬でもいさせられたとかやだ」とファンからの悲鳴が殺到。さらには「これが工藤静香さんの匂わせだ」と発展してきました。この匂わせに報道陣は、その投稿が事実ならば
多分間違えてのごフォローでしょう、と浮気の匂わせを否定していますが、工藤静香さんが YOSHIKI さんのインスタグラムをチェックしていたことに間違いはありませんよね。ただ工藤静香さんと YOSHIKI さんのファンが騒いだのも無理はありません。実はこの2人は過去にも熱愛報道で世間を騒がせていたんです。では工藤静香さんと YOSHIKI さんの過去の熱愛騒動を探っていきますね。工藤静香さんは長期休暇を利用してハリウッドに滞在していました。その滞在先がなんと YOSHIKI さんの豪邸だったんです。この豪邸での同棲が発覚したのがフライデーのスクープでした。 YOSHIKI さんと工藤静香さんが参加したロサンゼルスでのパーティーの後、泥酔した YOSHIKI さんが運転するフェラーリがロサンゼルスのサンセット大通りを走行中、 YOSHIKI さんは飲酒運転とスピード違反で現行犯逮捕されました。その結果この事件が日本に伝わったために2人は交際宣言をすることになったんですね。工藤静香さんと YOSHIKI さんの出会いは1992年に放送された YOSHIKI vs 工藤静香芸術対談という番組での対談だったようでした。髪型が時代を感じさせますね。そんな熱愛関係にあった2人ですが、 YOSHIKI さんの浮気で破局を迎えました。 YOSHIKI さんが金髪の女性の腰に手を回している写真が報道され、一気に工藤静香さんとの破局説が流れ、その後本人の口からもう彼とは会っていませんと告白、破局となりました。1996年に破局を迎えた工藤静香さんですが、やはり YOSHIKI さんへの思いを立てなかったようで、その思いを歌に込めて匂わせメッセージを送っていました。工藤静香さんがインスタグラムを始めた2018年の11月22日、1994年に自身が作詞作曲した代表曲の一つ「ブルーローズ」の動画をインスタグラムに投稿したんです。ところがこの「ブルーローズ」というワードは YOSHIKI さんが歌詞や創作活動で好んで使っていたんです。つまり工藤静香さん自身が作詞を手掛けた同曲には恋人へのラブソングの意が込められていたとも受け取れます。そして11月20日はなんと YOSHIKI さんの誕生日。これは匂わせ以外の何物でもないですよね。2019年、 YOSHIKI さん作曲の「シンクの花」をインスタグラムで熱唱。さらに1年後の2019年5月10日、今度は工藤静香さんインスタグラムで大好きな曲として「シンクの花」を熱唱しています。実はこの曲 YOSHIKI さんが作詞作曲を手掛けたことで話題になっていた曲なんです。この5月10日は何の記念日か分かりませんが、この2週間後に工藤静香さんは木村拓哉さんとできちゃった婚を発表しています。なんだか匂わせがプンプンします。そんな別居離婚説の上がっている工藤静香さんと木村拓哉さんのお子さんである長女でフルート奏者モデルのここみさんとモデル女優のこうきさんが有名です。しかし実は3人目の子供がいるのではという噂があるのです。いるとするならばなぜ隠しているのでしょうか。調査していきます。工藤静香さんと木村拓哉さんの間にはお子さんが2人誕生しています。長女ここみさん、次女こうきさんです。小さい頃から姉妹仲が良く、今でもたびたびインスタグラムに仲良し写真をアップしています。工藤静香さんと木村拓哉さんのお子さんはここみさんとこうきさんの2人です。しかし実は3人目の子供がいるという噂があるのです。仲睦まじく家族4人で外出したり、インスタグラムでも4人しか登場していませんが、工藤静香さんに3人目のお子さんがいるというのは昔から言われ続けていたようですね。連れ子説、3人目の予定がある説、子供が病気だという説など、どれも根も葉もないガセネタなのですが、連れ子説は木村拓哉さんのことで、工藤静香さんと結婚する前にお子さんがいて、その子を連れてきたという説です。しかしこの説はかなり信憑性が低く、同じ元 SMAP の香取慎吾さんにも隠し子説があったほどでした。さすがに連れ子がいればこれだけマスコミに注目されている一家なので、隠し通すのは難しいでしょう。そして工藤静香さんを産婦人科で目撃したという噂もあったのです。産婦人科は妊娠以外でも受診することはあるでしょうし、これだけで3人目がいるとは言えないですね。
工藤静香さんのお子さんについてですが、子供が病気という説も浮上しているようです。工藤静香さんが出産後、お子さんの写真が全く紹介されず、子供の話をテレビでしなかったため、様々な憶測が流れていました。そして自閉症やダウン症の専門医がいる静岡県の子ども病院に夫婦が訪れていたという目撃情報がありました。そしてそこに通院するため静岡県に別荘を買ったという噂も出たほどでした。しかし工藤静香さんが出産時年齢が30代だったため、ダウン症になるリスクが高いという噂につながっただけのようです。実際週刊誌が工藤静香さんに直撃取材をすると完全に否定しています。ああ妊娠してるかってやつでしょ。それは暇な患者さんが私がいるのを見てあなたに話したんでしょ。ないです、強く言いますけど、大事に大事に子供を育ててる分だけそこまで余裕がないんです。産婦人科にいたのは事実のようですが、妊娠ではなく3人目を作る余裕もないようですね。当時工藤静香さんは38歳でしたので、婦人科系の相談などで利用しただけではないでしょうか。子供が病気という噂もデマだったようですね。そんな工藤静香さんですが、ここ最近顔面が崩壊してきていると話題です。もともとおにゃんこクラブのエースとして、その美貌から多くの人を魅了していた工藤静香さん、どうして近年顔が劣化してきていると言われているのでしょうか。その理由は5つあると言われています。1、鼻を骨折したから。2017年、音楽番組バズリズムに出演した工藤静香さん、ハワイでサーフィン中に鼻と歯を折ったことを公表しています。これはサーフィンで上手くなりかけてたんですよ。その頃って一番おバカで、すごく大きい波に揉まれてしまって、ボードが顔面にヒットしちゃってと経緯を説明。そのせいか昔と今の写真を比べると鼻が曲がってしまっているように感じます。鼻が骨折してしまったことで、笑うと鼻の横などにもシワが目立ってしまうのではとの声もあるようですね。なんとも痛い事故だったことでしょう。2、もともと太りにくい体質で顔が痩せたから。工藤静香さんは若い頃から抜群のスタイルをお持ちでしたが、年齢を重ねるごとに健康志向になったということで、なおさら痩せてしまっています。健康志向のために食事にも気をつけているということですが、痩せすぎているから劣化して見えるのではとの声もあります。少しふっくらしている人の方が若く見えるということもありますよね。3、喫煙していたから。工藤静香さんは昔ヘビースモーカーだったそうです。少しハスキーな声なのも喫煙の影響があるのではないでしょうか。そういったこともあり、喫煙によって肌が劣化してしまい、お顔が劣化してしまったということではとも言われています。4、サーフィンなどが趣味でアウトドア派だから。工藤静香さんは大のサーフィン好きとしても知られていますよね。これは旦那さんである木村拓哉さんも共通の趣味です。紫外線は肌の老化を進めてしまうと言われています。海は照り返しなどがありますし、日焼けによる肌ダメージがあります。ウォータープルーフの日焼け止めを塗ってもなかなか厳しい条件かもしれませんよね。工藤静香さんは小麦肌というイメージでしたが、結構こんがりと焼けていることもあり、紫外線のダメージは結構受けていそうです。全盛期のアイドル時代が可愛すぎた工藤静香さんのアイドル時代は他の人たちの群を抜くほど可愛かったのです。そういったことから年を重ねてもなお昔の姿と比べられてしまうので、劣化したように感じるのかもしれません。2023年10月27日、工藤静香さんはスキマスイッチとコラボした新曲「降雪乱好きより愛してる」をリリースしました。この曲は作詞を工藤静香さん、作曲をスキマスイッチの大橋拓也さん、編曲を同じくスキマスイッチの常田慎太郎さんが手がけた切ないラブバラードで、大橋拓也さんはコーラスでも参加しており、工藤静香さんと美しいハーモニーを響かせています。2人の娘を持ちながら今もなお歌手活動を続けられている工藤静香さん、53歳になりましたが、まだまだその活躍を目にする機会は多そうです。今後の活動にも注目していきたいですね。いかがだったでしょうか。別居離婚説がずっと上がり続ける
木村拓哉さんと工藤静香さん夫婦、娘2人も幅広いジャンルで活躍しており、2人のライブ配信では仲睦まじい姿を見せてきてくれています。家族仲の真相は実際のところは分かりませんが、吉木さんと工藤静香さんの間に何かあったのは間違いなさそうですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。